鉄道の車両は走行距離が上限の60万 km を超えるまでに検査を行うことが法令で定められています京阪電鉄によりますと去年11月から12月にかけて特急列車などに使われる列車1編成分の8車両が上限を超えたままおよそ2週間走行していたということですシステムの不具合により京阪の全車両について去年5月分の走行距離が 累積のデータに加算されていなかったことが原因だということです。当該の列車に故障は確認されなかったということです。京阪電鉄は、関係の皆様に心配と迷惑をおかけしましたことを深くお詫びしますとコメントしています。